株式会社ナダマンは1830年創業の日本料理店。客単価1万5000円ほどの高級店として知られ、日本を代表する老舗料亭の一つである、百貨店などのテナントとして、惣菜や弁当の販売も行っている。創始者であるナダヤ一万助は、出身地である長崎の湿北料理と漢方の知識を元に長崎料理を 大阪風にアレンジした料理屋を1830年に大阪で開いた。そして1871年に北浜で奈良一万郎を開業した。明治中期には現代のスーパーの講師といえる総合食料品店も開き、当時まだ珍しかったパンを販売した。料亭の奈良一万は評判を呼び、政材界の用人や文豪らに親しまれ、その作品にも登場した。 しまいに彼は、なだ万の真中津男とか何かというのものぜひ父に食わせたいと言い募った。夏目漱石、法人夜、菊池常三郎、小形治む次郎となだ一万に飲み、木と中島旭朝日県に遊ぶ。なだ万の割烹はよし。森王外、小倉日記、大正時代には、パリ講和会議の折に、西園寺金持ちの法王随行料理人としてなだ一万の店主が指名され。 また洋式ホテルの経営にも関わって、レストランでのジャズ演奏は、奈良一万ジャズと呼ばれた。戦後は、帝国ホテルなどに、日本料理店の出店を続け、特に、ホテルニューオータニ庭園のサザンカ層は、政府用人らの会談場所として、頻繁に使われ、1986年の東京サミットでは公式版三回の会場ともなった。しかし、平成に入ると、バブル崩壊。 リーマンショックなどで高級日本料理店の客足は遠のき、その売り上げ不振を百貨店などでの総菜販売で補った。2014年にアサヒビールが創業家から株式51.1%を取得し、ナダマンは連結し外社化された。元よりナダマンの日本料理店で扱うビールの9割はアサヒ商品であり、両者の関係は深く、この買収によりナダマンは 安定した経営基盤を得た。2015年時点で日本料理店は日本国内では関東圏を中心に25店舗、海外では東アジア、東南アジアを主に7店舗を構え、他百貨店などのテナントとして総菜販売店を36店開いている。ありがとうございます。